こんな大きな機械が隠れてたなんて。ウルリア、どうしてパレス・ニロキエルにこんな不思議な機械があるの？今は国民洗脳アトラクションのように機能してるけど、パレス・ニュロキールは本当の名を空中移民船ソレイルっていうの。今、地紋はセーブ・ベゼル、天紋はグラン・フェニックスという計画で人類救済を叫んでる。でも昔は共同でこのソレイルを建造してた。その当時、コロンの建造が一種のブームだった。だからここも、そんな一つとして人々に認識されていた。本当は移民船だなんて誰も思わなかった。今でもそうでしょ？そうだな。これをその目で見なければ、誰も信じやしないだろうね。しかもパークは隠れ蓑なだけじゃなくて、天文による様々な社会実験にも使われてる。例えば、あなたたちが体験した通りのようなこととか。そのデータは天文の最新技術の開発に極秘裏に利用されてる。つまり天文は人々を洗脳して支持者を増やそうとしてると？それもある。そもそも天文も地紋も洗脳工作なんて日常茶飯事。ニュロキーみたいなブームの創出や公共放送での情報操作、その中にいろんなサブリミナルを滑り込ませたり、時には自作自演で被害者面をして同情を引いたりもね。ジェノムもシェルノトロンも、そしてその登録システムも、言ってしまえば洗脳ツール。そうやって人々を誘導し、歴史を積み上げ、世の中を操作しているの。あんた、ニュロキーも魚すくいも知らなかったのに、なんでそんな秘密を詳しく知ってるの？ニュロキーも魚すくいも知らないとは言ってなかったと思うけど、知識はあるけど見るのは初めてって言っていたはずよ。このソレイルについても同じ。あなたたちにわかるように言えば、私は百科事典を引いて朗読しているようなもの。物事を注視して少し意識をそこに集めれば、知識や付帯情報を検索できる。だから知ってはいるけど本当には理解できてない。そういうものが私にはたくさんある。それが俯瞰視点なんだね。そう、俯瞰視点という力の一端。それで歴史を覗いたり改ざんできたりもするわけだよね。できる。でも過去を見るには現在の事実を調べるよりも深い集中と時間が必要。未来を見ることもできるけど、それは無限に広がる可能性軸の一つに過ぎない。そして改ざんしようとすれば、惑星規模の質量に相当するエネルギーがいる。少し調べてみる。あなたたちはじっとしてて。そう言われたってね。ああ、こんなところまで来てぼーっとしてるなんて無理ぞ。ああ、見て見て、何この穴、どこまで続いてるんだろう。少なくともニュロキ以上まではありそうだ。キョス、僕らは今この世界の裏側に来てるんだ。僕たち以外に誰もこんなこと知らない。そうね、どんな大ニュースだってこの秘密に比べたら。見つけた。え？あれが洗脳波を送り出している中枢。とても弱い H ウェーブだから洗脳には時間がかかる。でもおかげで不審なウェーブとして怪しまれることもない。これを破壊できれば全部の洗脳が解けるはず。よーし、じゃあさっさとやっちゃいましょう。サーリー、さっき使った歌魔法でバリンと終わっちゃえば。無理よ、ショックウェーブくらいでこんな大きな真空管割れっこない。それより管につながってる動力線を切った方が早い。わかってたならそれ先言ってよ。まずい、追っ手が。両手を後ろに回して伏せろ。早くしろ。逃げよう。え？この状況からどうやって？
ちょっと怖いかもしれないけど、でも大丈夫だから我慢して。行くよ。どこへ？立て坑の下。この扉の中でキャスちゃんたちが塔から飛び降りた。この時私は、逃げるためだからってあんなところから飛び降りるなんて。あんな高いところから飛び降りたら三人とも無事には。うん、そういえばそんな感じだったような。けどどうするつもりなんだろう。それらしい歌魔法を紡いでる様子もなかったし。確かにそういうのがあればある程度の高さから落ちても平気かも。でもあんなに高いところから落ちても平気なクッションなんてあるのかな。うん、そうじゃないよね。みんなが無事かどうかお願い。できるだけ早くみんなのこと思い出したいの。ありがとう。端末を通して出会えたのがあなたでよかった。そうだ、また思い出したものがあるからメモに書いておくね。次はどんな記憶を思い出すのかな。不安半分、ワクワク半分かな。
また夢世界に連れて行ってね。